どうも、マルベレンタリースです。今回なんですけれども、こちらの車両たちミニバンについてお伝えしていきたいというふうに思います。それでこちらの車両はトヨタのアルファード、こちらの車両は三菱のデリカ D5 でございます。こちら2台について比較した内容をお伝えしていきたいというふうに思います。それでは見てまいりましょう。片目が角膜炎になってしまいました。ちょっとコンタクトつけっぱなしで寝るのはちょっと良くないですね。はい、それではですね、こちら2台について今回は比較していきたいというふうに思うわけなんですけれども、まあアルファードとデリカはですね、まあ、コンセプト的にも全く似ていない車両になっているんですけれども、ミニバンっていう、まあ、共通点から見ると中にたくさん人が乗れたりとか、まあ、あと広い室内空間がこう同じ、まあ、ポテンシャルなのかなというふうに捉えられるわけなんですけれども、まあ、先に結論から言ってしまいますと、アルファードはですね、やっぱりこうビジネス向きな面と、あとファミリー層にもこう人気のある車両になっております。デリカはですね、街乗りがしづらい車なのかなっていうと、まあ、決してそういうわけではないんですけれども、ミニバン SUV っていうコンセプトになっている、ちょっと独特な、まあ、コンセプトを持った車両となっております。なのでオフロードの走破性が非常に高い車両となっております。なのでオフロード、オンロード、もう完全に性格の違うミニバンが2台揃っているっていうような感じですね。では細かいポイントまで、より絞って見ていきたいというふうに思います。それでは見てまいりましょう。はい、それでは歴代について簡単に確認していきたいというふうに思います。3代目のアルファードということになっております。でこちら3代目のアルファードは前期と後期に分かれていて、こちらが後期のタイプの顔つきで、前期になるとだいぶ顔つきが変わってまいりますので、そういった違いもございますよということになっております。でアルファードは初めて出てきたのが2002年に初代のタイプが出てきております。全然その時のタイプの顔と今のタイプはですね、全く印象が異なっていて、アルファードのこの見た目がですね、非常にこう高級感あふれる今タイプになっておりますけれども、まあ、初代のタイプと比べると全然印象が違うのかなというようなデザインになっております。デリカはですね、ちょっと過去の動画も再利用、まあ、リサイクルさせてもらいますけれども、まあ、デリカはちょっと面白いことにですね、過去に遡っていくと非常にこうデザインが、全く異なるタイプの車両になっていくんですね。アルファードを中古車で遡ってめちゃくちゃ古いものを見つけていくと、めちゃくちゃどんどん安くなっていくんですけれども、デリカはですね、古い車の割に結構高い値段がついてるなっていうような印象の金額がついております。初代のタイプから見ていくとこのような感じになっていて、でさらにこのような変異でだいぶ形が変わってまいりました。こちらのタイプはですね、ミニバン SUV というコンセプトで今は作られておりますので、ミニバン SUV なんてなかなかないコンセプトでございますよね。なので過去のデリカを見ていくと、少しこうワーゲンのタイプ2を思わせるような形のものであったりとか、まあ、一番最初のデリカはですね、 0.6 トントラックですね。そちらの1968年に出てきたトラックからデリカというものがスタートして、それから今の形にどん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 と移り変わってきたということになっております。はい、それではですね、デリカとアルファードの細かい違いについて徹底比較していきたいというふうに思います。でちなみに内装外装についてはですね、過去の動画で何回かやっておりますので、こちらをご参考にしていただければというふうに思います。じゃあちょっと細かい数字見ていくので、ちょっとこちらカンペ見ながら行かせていただきます。でアルファードの方ですね、こちら全長が4950-1850-1950で、デリカの方が4800-1795-1875ということになっております。なのでですね、全長全幅全高はですね、全ての数字を取ってしてもアルファードの方がちょっと大きいよということになっております。まあ、これだけちょっとぴったり並べてみたんですけれども、全長の長さはですね、こうやってこっちのデリカ側から見てみると、はっきりアルファードが大きいなっていうのがすごく伝わるのかなというふうに思います。あと全幅もですね、まあ、若干アルファードの方がワイドにでかいと、あと前高の高さもアルファードの方がかなり大きくなっておりますので、なので数字で見た時にアルファードの方が大きいっていうのがすごい分かるのかなというふうに思います。
なので室内空間の広さについてもですね、まあ、これだけ違いがあったらアルファードの方が中の方が広いということになります。続いて下の最低地上高ですね。最低地上高、まあ、奥までしっかりと見ていきたいところなんですけれども、まあ、もうこの時点ではっきりしておりますよね。デリカの方が非常に、高いということになっております。数字で見るとアルファード165でデリカが185ということになっておりますので、まあ、本当はもうちょっと下の方ですけれども、こうやって見ただけでデリカの方が高いっていうのがすごく伝わるのかなというふうに思います。まあ、デリカの方がやっぱりオフロード志向が強いので、走破性が非常に高い車両になっております。対してアルファードは非常に快適に走りたいので、あんまり高さあるとちょっと不安定になるので、少し低く抑えられているということになりますね。なのでここがまあちょっと買う時の性格の違いでですね、快適性が欲しいのか走破性が欲しいのかっていうところになってきますけれども、まあ、最近なんか大雨によるなんかこう洪水被害とかが非常に多いので、まあ緊急の時にはですね、非常にデリカ強くなってくるのかなというふうに思います。オフロード志向の強いこう遊び好きにはデリカの方が非常におすすめになってくるのかなというふうに思います。続いてエンジン性能、最高出力、最大トルクは、まあ、数字で見るとこのようになっております。まあ、一番特筆すべきポイントは2つあります。アルファードはまず3種類から選ぶことができるようになっております。 2.5 リッターと 3.5 リッターとあとハイブリッドですね。3種類のパワートレーンを選ぶことができるようになっているのに対して、でデリカの排気量は 2267cc のディーゼルターボエンジンということになっております。で今数字載っている数字を見ていただきたいんですけれども、トルクの部分にちょっと注目してください。デリカのトルクが非常に、強いのが分かるのかなというふうに思います。こちらもエンジン性能個性が出ている、ところになっているのかなというふうに思います。で車両重量はまあ数字このように並べますけれども、このような感じになっていて、まあ、アルファードの方がグレードによってちょっと重たいタイプの、グレードもありますよということになっております。続いて燃費です。燃費でいくと、まあ、パワートレーンでいくとハイブリッドがあるのは唯一あるのがアルファードだけになっておりますので、王道の選択肢でいくとアルファードを選ぶのがいいのかなとか思うんですけれども、アルファードの、まあ、カタログの数字ですが燃費が 14.8km になっているのに対して、デリカが 12.6km になっているんですけれども、まあアルファードの方が走りますよっていう話にはなっているんですけれども、こっちの一番のポイントはディーゼル車両になっておりますので、なのでガソリン単価がもう圧倒的にこっちの方が安いので、なのでその辺も考慮すると実際の問題どうなのかなっていうところはあります。なので燃費目線でもし語るのであればデリカの方がおすすめになってくるのかなと思います。まあ乗り心地がいいのは圧倒的にアルファードです。でホイールベースはアルファードが3000、デリカが2850ということになっております。なのでアルファードの方がホイールベースが長いということは、直進安定性はアルファードの方が構造的には、安定して走ってくれるということになっておりますね。なので乗り心地に非常にこだわって作られているのは、どっちかっていうと構造上はアルファードの方が有利な作りになっておりますよということになっております。まあ、続いて金額に的を当ててお伝えしていきたいというふうに思います。でちなみにアルファードはですね、今新車の販売が受注停止しておりますので、ディーラーに行って買うことができない車両になっております。アルファードは今ディーラーで買うことはできません。で対してデリカは普通に購入することができるようになっておりますね。まあ、一応新車の価格で比較していきたいというふうに思います。アルファードは一番安いグレードから高いグレードまでの金額の幅が3597000から、まあ、この書いてある通りなんですけども、775万2000円ということになっております。非常に値段の幅がたくさんありますよね。ちなみにアルファードはミニバンの中で最も売れているミニバン車両ということになっております。非常に人気な車両なんですね。対してデリカの方は400万1800円から457万7100円の値段の幅になっております。デリカ買うお金でアルファードも買えるし、アルファード買うお金でデリカも買えるっていうところが非常に迷いポイントになってくるのかなというふうに思います。まあ、金額で非常に迷いますよね。なのでめちゃくちゃ安いアルファード買おうと思ったら X グレードっていう一番安いグレードあるんですけども、それにすれば350万のアルファードがあるのに、一番高いところまで行くとその X グレード2台分の金額でさらにアルファード1台が売っているっていう値段の幅があるんですね。でその間にデリカを購入することができる金額帯があるので、普段の乗り心地のいいアルファードっていうちょっと高級感の強いいいトヨタ車両っていうイメージなのと、あとオフロード志向の強いこのデリカっ
ていうもので、まあ、ちょっとこの2台で迷うのかなというふうに思います。でちょっと変わった見方をしてお伝えしていきますけれども、売る時のポイントにちょっと的を当ててこの2台についてお伝えしていこうというふうに思うんですけれども、アルファードの SC グレードっていうやつがあるんですけれども、あれ今現在新車の価格より中古の価格の方が非常に高くなってるんですね。まあ、これは昨今の、まあ、ロシアの戦争とか半導体不足とかの影響で新車の納期がランドクルーザーとかあと新型クラウンとか非常に遅れてきていることが原因によって、まあ、納期が非常に長くなってしまっていることが問題化しているんですね。なのでそのせいっていうのもまたちょっとそれ一概にそれだけではないんですけれども、その影響もあって中古車価格が非常に今高くなっているっていうのが今車業界の現状になっております。アルファードはですね、売るときにそんなに値段が下がらないっていうのがこれ非常にワンポイントになっております。デリカとアルファードを同じタイミングで乗って同じぐらい使い倒して、でいざ売るぞっていうときに、まあ、現状で言えばの話ですけれども、アルファードの方が手元に返ってくるお金は大きいということになりますね。売る時のこう値下がりがですね、非常にこうアルファードが下がりにくい車両ということになっております。まあ、こういう目線で選ぶと、まあ、先のことを考えて売る前提で考えるのであれば、アルファードを買うっていうのもこれは一つの選択肢になるのかなというふうに思います。でこの一番下のところを見てほしいんですけれども、グレードの選択肢はアルファードの方がもう25種類もあって、これ肉4個込みです。でデリカの方は14種類から選ぶことができるようになっております。でちょっとまあ前半で伝えるべきだったかもしれないんですけれども、デリカについてはアーバンギアっていうちょっとオフロード志向とはちょっと違うタイプの印象を与えてくれるカスタマイズがされたタイプのグレードも販売しております。アーバンギアになるとなんていうかこうエアロがついていたりとかして、なんていうかオフロード志向の強いものとは真逆で都会的な印象を強めたようなカスタムが施されたデリカも販売しております。さあ軽くバーッと見ていきましょう。さあヘッドライト見てください。こちらアルファードとデリカで、デリカのヘッドライトはやっぱり非常に独特です。この縦のこのヘッドライトがすごい印象的です。でハザードライトがここにあって、フォグライトがこのような感じになっておりますね。対してアルファードはここがハザードライトになっておりますので、なのでちょっとハザードライトの印象の好みで言ったら僕こっちの方が好きだな。でもなんかこの独特なこのヘッドライトデザインが非常に僕は結構好きですね。でフロントグリルのデザインもですね、どちらも印象的なデザインをしております。三菱らしいこのデザインですね。ここにこの加色があるので、ちょっと SUV っぽいデザインを意識してあるのかなというような印象です。アルファードもこのようになっておりますけれども、アルファード前期後期でこれ違う形になっておりますので、なのでタイプ分かれると思います。近くで見てみましょう。こちらが三菱、あとこちらがデリカのフロントグリルと、こちらがアルファードのフロントグリルです。さあホイールデザイン見ていきましょう。ホイールデザインはこのような感じになっております。まあざっとこんな感じでいきますね。サクサクいきます。こっちはちょっとオフロードっぽい感じになってますね。
まあホイールを変えるちょっと楽しみもあるのかなって思いますね。ゴツゴツした印象をさらに強めたものでもいいのかなと思います。内装のデザインはですねこのようになっております。これもグレードによって違うポイントありますので動画の URL の方を確認してください。この木目調のデザインも非常に印象的ですね。ここもグレードによって変わってきます。このようになっております。本当ざっくりいきますね。じゃあアルファードの方見ていきましょう。いや非常に都会的って感じしますよね。まあ、グレードによってここら辺のデザインも非常に変わってまいります。アルファードは非常にグレードのデザインがたくさんありますので、ここもですねちょっと僕の別の動画で見て見比べてもらえたらと思います。続いてシート見ていきたいところですね。シートこんな感じですね。革じゃないんですよ。革じゃない。で後ろのシートもこのような感じになっております。デリカ8人乗りですね。こちら8人乗りなのでこのような感じになっております。対してアルファードはですね2列目のシート非常に注目ですね。まあ、前から見ていきますけれども、まあ、こちらこのようになっております。革ですね。非常にこう体をホールドしてくれるような、デザインになっておりますね。アルファードこんな感じです。もう一回デリカ見ますか。デリカこうですよ。デリカはこんな感じです。まあ若干こうホールドしてくれるような感じのデザインになってますね。でもやっぱちょっと質感ちょっと違いますよね。でこちらがあと助手席の方はですねここにオットマンっていうのがついてるんですよ。アルファードはこれこうするとここの足出てきてくれるんです。これはグレードによってオットマンついてるついてないあるのでアルファードはいいとは一概には言えないです。グレードによって変わってくるポイントです。でこれがアルファード2列目のシートなんですけれども、このようにですねこれキャプテンシートですね。キャプテンシート、これエグゼクティブラウンジになるとエグゼクティブラウンジシートになります。非常に言いづらいんですけれども、まあこれでも十分ですね。すごい十分です。なので SC グレードがアルファードでは一番ちょうどいいのかなっていうような、内装の質感になってます。オットマンもついてますね。でこちら3列目はこのようになっております。こんな感じです。続いてデリカの3列目見に行きますよ。こんな感じですね。まあ、3列目のシートはちょっと1、2列目と比べたら少しチープな印象になりますけれども、でも十分ですね。革でできてます。収納スペースもここにこんな感じになっております。大きい窓なのでサンシェード、あれ上げたらここにサンシェードつきます。こんな感じですね。ここにもあります。対してデリカの方は、デリカはこれ7人乗りじゃなくて8人乗りなのでちょっとこのような感じになってますけれども、こんな感じです。後ろの収納スペースにちょっと違いがあるぐらいですかね。サンシェードは後ろついてないですね。前もついてない。まあなんとでもなります。そんなサンシェードっていうのは別にグレードでついてるついてないの違いじゃなくて後で自分でなんとでもできる話なので、まあ別にそんなにこだわるポイントではないのかなと思います。ちなみにアルファードこれ7人乗りだからこういう風になってますけれども、8人乗りだったら似たような感じになりますので、なのでここはまあグレードによって違うので、まあ、どういう予算でどういうグレードを選ぶかによって違いますね。後ろに人が乗ることが乗る頻度が多いんだったらこのキャプテンシートですね、エグゼクティブラウンジシートのタイプだったらこのヘッドレストすごいじゃないですか。これすごい立派なやつがついてます。通常のヘッドレストだとこんな感じですもんね。ただ8人乗りにしたらこのシートではなくなりますので 6×4 分割のシートになります。なので本当にここはグレードによって違うってくるポイントになってまいりますので、で続いて後ろのデザインじゃあ見ていきますか。後ろのデザインはこのような感じになってますね。まあデリカって文字が入っておりますね。これ後ろのデザインこのような感じになっていて、でこっちがアルファードですね。全然印象違いますね。メッキパーツがやっぱりアルファードは多いですね。ちなみにこちら 3.5 リッターのエンジンなので V6 とついております。 3.5 じゃないエンジンになればここがハイブリッドになってたりとか、あと V6 がついていなかったりとかしますね。メッキパーツじゃない、やっぱ下のところがやっぱりこう SUV っぽさを意識して作られてるなっていうような印象です。まああとちょっと細かく運転席のところも見ていきますか。こんな感じです。
収納についてもこのような感じです。ここにこんな収納もあります。カップホルダーになっていて、これも取れます。シートヒーター、シートベンチレーション、これ選ぶことができます。ここも収納です。こちらナビついてますね。こんな感じです。エアコンは当然オートです。で、2駆4駆の、選択するレバーがないですね。これはまあ後で見に行きますけれども、デリカには2駆4駆が、選ぶことができるパートタイム4輪駆動になっております。まあ、この辺もやっぱ車の性格出てますね。プッシュボタンは右側、カップホルダーはこのようにちょっとカバーがついていて、非常に高級感の印象を与えてくれますね。カップホルダーのところでも高級感がありますよという感じです。ハンドルのデザインもこんな感じ、こんな感じです。で、ここら辺のデザインがですね、グレードによって変わってくるので、これはもうカタログで見比べていただいた方が早いですね。ドアの内張りもこんな感じです。で、デリカもパッと運転席の方見に行きましょう。デリカの方はこのような感じになってますね。運転席のところこのような感じです。プッシュボタンは右側。このボタンの押しやすいところにあるのいいですね。アルファードってここにボタンついてるんですよ。ここに両側パワースライドドアになっていて、開けるボタンがここにあるので非常に押しやすい位置にあっていいですね。ここ使用頻度高いので、大きいボタンでここにあるのは非常に好印象ですね。後ろのボタンもこれ開くようになってますね。特筆すべきはちょっとさっき言った通りなんですけれども、ここですね、これパートタイム4輪駆動になっております。2駆、これオート4駆、あの路面の状況に合わせて4駆2駆を切り替えてくれるボタンです。で、これをすればもう4輪で常に走り続けるっていう、まあ、最近の電子制御式4輪駆動ですね。最近よくあるタイプです。で、両車両どちらも電動パーキング、オートホールドブレーキング両方ついてます。エアコンも当然オート、まあ、この感じのデザインもなんかオフロードっぽい感じがすごいいいですね。ゴツッとした感じしてます。こう丸の中にこう少しこう彫りがあったりとかして、少しこう角張ったような印象がありますね。収納についてはですね、まあ、アルファードほどはないですね。ここになんかオープンの収納と、カップホルダーも、カップホルダー耳にないんだ。カップホルダーは足元に1箇所と、あとここですね、この真ん中にあります。これトレーです。このトレーの下にグローブボックスになってます。大きさは違いますけれども、これはグレードによって変わってくるところなので、ちょっとまあグレード的に比較対象にならないです。カップホルダーは4個分こういう風になってます。で、シートヒーターついてます。ハイとローを選べますね。シートベンチレーションはついてないということになります。ここに収納ありますね。ここもちょっと収納あります。なんだこれ、シガーソケットの蓋だ。こんな感じです。で、内装のやっぱ質感となんか印象はやっぱ違いますね。全然違う。ステアリングはこのような感じになっております。で、ちょっとあと後ろのですね、よいしょ、こういったところにですね、ちょっとしたフックついてます。デリカの方はこういうフックがついているので、なんか物かけたりとかすることができるようになってます。あと室内のルームライト、こちらの色は変えることはできないんですけれども、ちょっとしたこう室内の演出がありますね。赤いライトです。あっちも赤いライトついてます。もちろんルームライトもその真ん中についてますよね。アルファードはですね、こちら色変えることができるライトがいっぱいついてます。こういうところ、これ水色になってますけれども、ここでカラーチェンジできるんですね、このボタンで。こんな感じです。いろんな色あるんですよ。すごいたくさんあります。これちょっと今雑にやってますけれども、すごい丁寧に撮ったやつ別の動画でアップしてるので、そっち見てください。で、シート、やっぱシートの座り心地がめちゃくちゃいいですね。全然違う。で、大きめのグローブボックスがついておりますので、後ろの方もこんな感じになってます。立派です。グローブボックスここ2段になってますね。こんな感じです。アルファードは2段だったのに、デリカはこんな感じです。ただ別に正直、まあ2段でも2段じゃなくてもっていうようなポイントもあるかなと思います。じゃあ続いて収納スペース見ていきますか。さあ、デリカです。
デリカの収納スペースなんですけれども、まずこの3列目のシートを畳んでいくところからいきたいと思います。ここでシート前後に上下することができることになってます。前後に上下って日本語おかしいですよね。ダメだな。これシート、なんだろう、先に言っときますけど、これ両方こうパタンパタンって畳むことができるんですね。でこの畳みやすさが、結論から言うとアルファードの方がすごくやりやすいです。こっちのシートはこっち側にレバーがついてるので、これでまずシート畳みます。で前後の位置をちゃんとはまる位置に、ちゃんと合う位置に合わせてから、でここのレバーでよいしょ、シートの位置合わせないとこれ反応しないんですよね。これここにですね、矢印が書いてあるんですよ。この矢印の位置に合わせてからこれを上げると、こいつが上に上がり始めてくれるようになります。でこれがめちゃくちゃ重たいんですよ、デリカ。俺これがすごく嫌いです。でここにフックがあるんですね。このフック、このフックをここに引っ掛けて落ちないようにするっていう風にできます。まあこれ上げてしまえばまあ済む話なんですけど、ただ取るときにこれ取った瞬間バタンって落ちてきます。非常に怖いですよね。なのでここが渋くてうまくいかないときは前後の調整をしないといけないです。こちらですね、この矢印の位置にこれを合わせて、でこれを引くと上に上げることができるんですけど、めちゃくちゃ重いんで片手じゃちょっとしんどいということになります。まあ、収納スペースできました。こんな感じです。でちなみにこの辺にもですね、いろいろフックがついてるんですよ。デリカはこんな感じでフックついてます。であとここにシガーソケット後ろについてます。ちなみにアルファードには後ろにシガーソケットはついてないですね。であとここら辺にもフックついてるんですよ。この上の部分です。なのでウェットスーツとかそういったハンガーのそういったものをここに一時的にかけておくことができますので、なので海に行って上がってきてここにかけておいて、まあちょっとその辺で談笑したり休憩したりっていうのができるようになってます。続いてデリカじゃなくてアルファードですね。アルファードはチップアップするのがすごい楽なんですよ。なのでここはまあちょっとトヨタさんとデリカさんじゃなくて三菱さんでちょっと技術の違いが出てるポイントになってくるのかなと思います。多分アルファードもですね、近くモデルチェンジすると思うので、このヘッドレストの置き場所は多分ノアとボクシーがこの辺に置くところあるので、近くできてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今のところはこれここに置くしかないですね。シートの下にでもこうポンと収納しておくことになりそうです。これを、調整しなきゃいけないんですけれども、まずシート倒すにはここから腕を入れて、このようにここのシート倒します。向こうにレバーがあるのでそれを引いて倒します。であとはちなみにここの場合はここにですね、白い矢印があるので、白い矢印とこの白いラインを合わせればチップアップできるようになります。でここの1番でこれは前後調整することができて、ここの2番でこれ上げることができるようになります。ここのレバー上げるだけでこんなに指1本で上げられるんですよ。でこれちょっと重たいです。アルファードちょっと重い。でノアとボクシーについてはもっと軽いです。だからここのクオリティすごい高いですし、あと落ちてこないんですよ。デリカはここを引っ掛けなきゃいけないので、あれ外した瞬間バタンとそのまんまの重さで落っこちてくるので非常に危険です。であとここの部分もですね、手で畳まなくてもいいので、この動きに合わせて自動で収納していってくれます。すごく便利ですよね。でノアとボクシーはここガチンってはめるだけでこのままもうチップアップ完了になるんですけども、アルファードはちょっとだけまだ技術が遅れております。ここにこれがありますので、これをここにはめて落ちないようにするということになりますね。まあ多分モデルチェンジしたら多分これ多分なくなると思います。僕の予想ですけど、すごいやりやすいんですよ、チップアップ。まあキャプテンシートのちょっと弱点にはなるんですけれども、シートをですね、結構こう縦幅すごい使ってるので、まあ前に出せばそれなりに広さは確保できるんですけれども、まあでも十分な広さかなと思います。でこの上の部分は特に何もフック等はなく、でさっき言った通り、まあちょっとライトありますね。ここにちっちゃいライトがあります。シガーソケット等は後ろにはないですね。ざっとこんな感じになっております。
まあ、後ろの広さ的にはですね、まあ、アルファード全長がデリカより長いので、まあ、ここの分だけ少しこう長く感じますけれども、まあ、十分広いのかなっていうような印象です。やっぱここのチップアップがしやすいっていうのが非常にこう好印象ですね。さあ最後まとめていきたいというふうに思います。で、まあ、今回の比較はですね、乗る人の目的をはっきりさせることによって、まあ、どっちがいいかっていうのが、まあ、はっきりしてくるのかなというふうに思います。400万円の車で考えると結構いろんな選択肢ありますよね。まあ、値段の、まあ、落ちやすさっていう目線でいけばアルファードの方が値段が非常に落ちづらいのは、先ほどお伝えした通りちょっと分かりやすいのかなというふうに思います。なのでゆくゆく売ることを考えたりする、目線でいけば絶対にアルファードの方が後々得をします。ただし1点注意点ございまして、アルファードはですね、まあ、そのモデルチェンジがだいたい6年7年からだいたいやってきているのに対して3代目のモデルチェンジがされてから今今年で多分6年目か7年目ぐらいになりますので、でまた噂も結構出ておりますので、もうそろそろモデルチェンジするんじゃないかというふうな状況に差し掛かっている状況です。ただ今この最近の情勢的にいくとロシアの戦争とか半導体不足っていう状況を踏まえると、ランドクルーザーとかクラウンとかが納期がもうベラボーにおかしなことになっているんですね。4年待ちとか1年待ちとか、まあ、そういう現状になっていることを考えると、アルファードをですねまたモデルチェンジして新車でオーダー受けますってやっちゃうと多分また同じことが起こるので、それに対してトヨタさんがどう対処してくるか、ちょっと遅らせてくる可能性ももちろんあります。なので正直言って、まあ、新型が出てきたらこの、旧型のタイプは当然値段がちょっと落ちてまいりますので、まあ、今現状で同じことがちょっと言えるかどうかっていうとちょっとそこは怪しいです。対してデリカにちょっと的を当てていくと、やっぱりこう山に行ったりとかこう険しい林道を走って行ったりとか、あとちょっとカスタムするのが好きだなっていう人ですね。荷物をたくさん乗せて遠くに行ったりとかキャンプとかに行ったりとかするときにアウトドアに似合うのがデリカなので、ちょっとこっちに気持ちはですね、ああいいなっていう感じになりますね。とは言いながらもアルファード、まあ肉はちょっとしんどいですけど、四駆の設定がありますのでアルファードで例えばスキーとかスノーボードとか行ったりとかゲレンデ行ったりとかするのにはデリカの方が有利なのはちょっと間違いないんですけど、ただアルファードで行けなくはないんですよね。僕も結構スノーボード行くしゲレンデにも行くので、なのでアルファードで登ってきてる人の車結構見かけます。まあ、普通にちょっと遊びに行くぐらいであったらどっちでも行けるのでそんなに違いはないけれども、遊び好きな人からするとデリカの方がなんかいいなって思いますね。なのでここはちょっと好みで選ぶところになってくると思います。走破性です。走破性ですね。そういった走りの面ではデリカの方がすごく強いのかなというふうに思います。ちょっとまたデリカのワンポイントになってまいりますけれども、これがまあオフ車っぽい印象だとするとアーバンギアっていうちょっと都会的な印象的にはちょっとこのアルファードの方に寄ったようなアーバンギアっていう装飾がついたデリカが売っております。また印象の違うデリカとも出会えるのかなと思います。でまたここからさらにオフ車っぽさを強めたあのデリカのグレードもありますので、なのでちょっとグレードの印象は非常にデリカいろんな種類ありますのでちょっと面白いのかなというふうに思います。対してアルファードはエンジンの、まあ、選択肢ですね、パワートレインの選択肢がハイブリッドもあって 3.5 リッターもあって 2.5 リッターもあるというような感じになっております。こっちレギュラーでこっちディーゼルですね。なのでハイブリッドも
ブリッドでやっぱり静かに走りたい。であと乗り心地はこっちの方が構造的にもいいっていうのが、まあ、前半お伝えした通りになっております。まあ、どっちの方がいいかな、やっぱ遊びに行った時ちょっと気分上げていきたいなっていう時はやっぱりデリカの方がいいと思いますし、ゆくゆくカスタムとかしたり上に荷物を乗せたりとかルーフテントとか積んだりとか、まあ、そういうゆくゆくのカスタム遊びアップのカスタムをする方はもう間違いなくデリカの方がいいと思います。ルーフテント乗ってるアルファードは僕は見たことないですけれども、ルーフテント乗ってるデリカは見たことあるので、なのでゆくゆくのことも考えると値段はこっちの方が下がるけど、絶対遊びに行くのにいい相棒なのはこっちで間違いないんですよ。値段は落ちないけれども普段使いで、まあ、乗り心地もいい車ってなるとやっぱりこっちになっちゃうんですよね。まあ、こういった違いがあります。全然違いますよね。さあ最後にあと燃費ですね。燃費、さっきほどからちょっと何回か言っている通りなんですけれども、こっちがディーゼルでこっちがレギュラーとなっております。でやっぱりディーゼルのポイントはガソリン単価が圧倒的に違います。まあ、今ですと100レギュラーが150円ぐらいなのでディーゼル120円ぐらいになっております。まあ、かなり金額の違いが出てきますね。ちなみにアルファード 3.5 リッターにすると廃屋になってくるので170円とかめちゃくちゃベラボに高くなってきます。なので燃費っていう考えるとリッターの距離だけじゃなくてガソリン単価もやっぱ燃費っていうところにやっぱ影響が出てきますので、そこはもう単価が低いデリカの方が圧倒的に有利になってくるのかなというふうに思います。なので燃費とか静粛性とかあと、まあ、デザインとあと自分が遊びに行くのかそれとも普段仕事に行くのか、あと、まあ、そういったところですかね。そういったところで見ていくと、まあ、どっちがいいのかなっていうのがはっきりしてくるのかなというふうに思います。はい、ということで最後ちょっとエンディング長くなりましたけれども、今回はですねこちらトヨタ車両のアルファードと三菱車両のデリカ D5 を比較していく内容の動画でございました。ぜひともチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。ということで今回はこちらで動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。いやこれ5分経つと勝手に切れちゃうんですよ。ちょうど切れちゃいましたね。ということで今回はですねこちらで動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。あのですねちょっと余談ですけども、今撮ってる間に届きましたこちらですね、ちょっとレンタカーとして用意してまいります。これキャンピングカーですね。うちレンタカーとしてキャンピングカーこれから用意していきますので、楽しみにしておいてもらえたらと思います。詳しい詳細はあのインスタグラムを見ておいていただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。